ベンガル語国語化運動は、かつての東ベンガルにおける政治運動であった。ベンガル語運動とも呼ばれる。政府業務における使用、教育言語としての使用の継続、メディア、通貨、切手における使用を可能にし、ベンガル文字での筆記を維持するため、当時のパキスタン自治療の公用語としてのベンガル語の承認を衝動した。パキスタン自治領が百四十七年の インド分割によって作られた時、自治領は様々な民族的、言語的集団から構成されており、主にベンガル人が居住する東ベンガル州は地理的に分離していた。1948年、パキスタン総督はウルデュ語を唯一の国語として規定し、これは東ベンガルの多数派であったベンガル語話者の間での広範な抗議運動に火をつけた。 宗派間の緊張の高まりと信奉に対する一般民衆の不満に直面し、政府は公開の集会と抗議集会を法的に禁止した。脱カ大学の学生とその他の政治活動家はこの法律を無視し、1952年2月21日に抗議集会を組織した。この日に警察が学生のデモ参加者を殺害したことで運動は頂点に達した。この死は、 幅広い市民の動揺を引き起こした。数年間の紛争の後、1956年に中央政府は折れ、ベンガル語に公的地位を与えた。ベンガル語運動は、東ベンガルと後の東パキスタンにおけるベンガル民族の同一性の主張を触媒し、6点、運動や、それに続く、バングラデシュ解放戦争、1987年。 ベンガル語推進法などのベンガル民族主義運動の前触れとなった。バングラデシュでは2月21日は言語運動の日として国民の祝日である。初秘ドミナール記念碑は運動とその犠牲者を追悼して脱カイ科カ大学の近くに建設された。1999年ユネスコはベンガル語運動と世界中の人々の民族、言語的な権利の証として2月21日を 国際母語デーと宣言した。現在のパキスタンとバングラデシ国家は、イギリス植民地時代は分割されていない、インドの一部であった。19世紀中頃か,から、クワジャ・サリムラー、サイード・アフマド・ハーン、ナワブ・ビカルール・ムルク、アブドゥル・ハクといった政治的、宗教的指導者らによって、インドにおけるイスラームのリングはフランカとして、ウルデュ語が信仰されていた。ウルデュ語は、 インドイラン語派のインド語群であり、ヒンディー語と禁煙関係にあり、インドヨーロッパ語族に属する。ウルデュー語は、デリー・スルターン・アサと、ムガール帝国の時代の南アジアにおいて、アパブラン社に対するペルシア語、アラビア語、および、チュルク語の影響の下で発展した。ペルシア・アラビア文字を使う、ウルデュー語は、インドのムスリムたちにとって、イスラム文化の不可欠な要素であると考えられていた。 ヒンディー語とデイバナーガリー文字はヒンドゥー文化の基盤と見られた。インド北部のムスリムの間ではウルドゥー語の使用が一般的となっていったが、ベンガル地方のムスリムは主にベンガル語を使用した。ベンガル語は西暦1000年頃に東部中期インドアーリア語から生じた東部インドアーリア語であり、ベンガルルネサンス期に大きく発展した。早ければ19世紀末には、 ムスリムフェミニストのロキア・サカワット・ホセインといった社会活動からは人々と心を通わせ現代的な初期言語としてベンガル語を発展させるためにベンガル語で執筆することを選択していたベンガル語の支持者らはインド分割以前でさえもウルドゥ語に反対したインド分割の際1937年のムスリム連盟ラクナウセッションにおいて ベンガルからの代表者らは、ウルデュー語、ムスリムインドのリングはフランカとする提案を拒否した。ムスリム連盟は、英領インドから分離したムスリム国家としてのパキスタンの建国を支える原動力となった英領インドの政党であった。インドは大陸のイギリス領土は1947年と1948年に独立が認められ、4つの新たな独立国家、インド連邦を、 ビルマ連合、セイロン、及び、パキスタンとなった。1947年のインド分割後、東ベンガルのベンガル語話者は新たに作られた、パキスタン自治領の6900万人の4400万人を占めていた。しかしながら、パキスタン自治領政府、観光庁、及び軍は、パキスタン自治領の性欲出身の職員が、支配的であった。1947年11月、 カラチでの全国教育サミットの重要な決議では、唯一の国家言語として、ウルデュー語と英語が主張された。直ちに反対と抗議が起こった。ダッカの学生は、ベンガル人、イスラム文化組織、タマドゥン・マジュリシュの長ブルカシェムの統率の下で、大決起集会を行った。この集会は、パキスタン自治療の公用語として、そして東ベンガルにおける教育言語として、 ベンガル語を要求した。しかしながら、パキスタン公務委員会は、認可対象の一覧、そして紙幣や切手から、ベンガル語を取り除いた。中央教育大臣ホスルーア・ラフマーンは、ウルデュー語を、パキスタン自治領の唯一の国語とするために、入念な準備を行った。大衆の怒りが広がり、多くのベンガル人学生が、ベンガル語を公用語とするよう正式に要求するため、 1947年12月8日に、ダッカ大学のキャンパスで集会を開いた。彼らの大義を推進するため、ベンガル人学生らは、ダッカでの行進と大決起集会を組織した。優れた、ベンガル人の学者らは、なぜウルドゥーゴを唯一の国語にしてはいけないかを論じた。作家のアブルマンスルアフメドは、もしウルドゥーゴが国語となるならば、東ベンガルの教育を受けたそうは、 政府関連の職について読み書きができず不適格とされてしまうだろうと述べた。初のラストラバササングラムパリシャドが1947年12月の終わりに向けて結成された。タマドゥン・マジュリシュの教授ヌルル、フク部イアンが委員会を召集した。その後、国会議員のシャムスルフクが国語としてベンガル語を強く求めるための新たな委員会を召集した。 議員のディレンドラ・ナスだったは、パキスタンの憲法制定議会に議員が、ベンガル語を話すことと、公的な目的でのベンガル語の使用を許可することを、可能にするための立法を提案した。だったの提案は、東ベンガルの立法府議員プレム・ハリバーマン、ブッペンドラ、クマルだった、スリース・チャンドラ・チャトーパドヤヤや,や、ベンガル地方の人々から支持された。首相リア・カトアリー・ハーンとムスリム連盟は、 パキスタン国民を分裂させるための企てであるとして、提案を非難し、法律制定は挫折した。1948年3月21日、ムハンマド・アリー・ジンナーは公開集会で、パキスタンの国語は、ウルデュー語となり、他の言語はならない。と述べた。ダッカ大学とダッカの他大学の学生は、校歌、切手、海軍の新兵募集検査などの公的使用からの、 ベンガル語の脱落に抗議するため、1948年3月11日に、ゼネラルストライキを組織した。この運動は、ベンガル語を、パキスタン自治療の公用語と宣言する要求を、改めて表明した。シャムスル、フク、シャウカットアリ、エム、シラジュルイスラム、カジゴラムマハブーブ、オリアハド、アブドゥルワヘドといった政治指導者らが、この大規模集会中に逮捕された。 集会の指導者モハンマドとアハは警官からライフルを奪おうとした後に入院させられた。アブドゥル・マチンギやアブドゥル・マレク・キルなどの学生指導者らがこの行進に参加した。3月11日の午後、警察の蛮行と逮捕に抗議するために集会が開かれた。州首相ハージャーナ・ジームティーンの家に向かって行進していた学生の集団は脱火交際の前で止められた。 集会は、目的地を変更し、事務局の建物の方向へ移動した。警察が行進を攻撃し、複数の学生と AK ファズルル服を含む指導者らが負傷した。その後4日間にわたって、ストライキが続けられた。このような状況下州首相ナジー・ムティーンは、ベンガル語を国語化するという要求には、応じることなく、学生指導者らといくつかの条件に同意して、 協定に署名した。姿勢の混乱の高まりの中、パキスタン総督ムハンマド・アリー・ジンナーが1948年3月19日にダッカに到着した。3月21日、レースコースグラウンドでの市民による歓迎会で、ジンナーは、この言語問題は、パキスタンのムスリムを分断するための第5列による陰謀であると主張した。ジンナーはさらに、ウルデュー語が、 ウルドゥー語だけがムスリム国家の精神を具体化し国語としての地位に留まるだろうと宣言した。また自身の見解に異論があるものをパキスタンの敵とのレッテルを貼った。ジンナーは3月24日にダッカ大学のカーゾンホールでも同様の演説を行った。どちらの集会でもジンナーは大部分の聴衆によって言葉を遮られた。ジンナーはその後 国語活動委員会の会合を召集し、ハージャーナ・ジームティーンが学生指導者らと交わした協定を却下した。4月28日にダッカを離れる前、ジンナーはラジオで演説し、自身のウルドゥー語の未政策を再びより強く主張した。その後まもなく、言語問題についての報告書をまとめるために、マウラナ・アクラム・ムカーンが議長を務める東、ベンガル言語委員会が、 東ベンガル政府によって設立された。委員会は1950年12月6日に報告書を書き上げた。1952年2月4日にダッカのナワブプール通りで行われた行列行進。1952年2月21日にダッカで行われた行列行進。ジンナーの後継者。 パキスタン総督ハージャーナジームティーンが1952年1月27日の演説において、ウルドゥー語のみ政策を断固として擁護したことで、ウルドゥー語、ベンガル語論争が再燃した。1月31日、マウラナ・バシャニが議長を務めたダッカ大学のバーライブラリーホールでの会合において、ショルボドリオ・ケンドリオ・ラシュトロ・バシャ・コルミポリショドが設立された。ベンガル語を アラビア文字で書くという中央政府の提案は、この会合で強行に反対された。委員会は2月21日に、ストライキや大規模集会を含む、総力戦の抗議運動を呼びかけた。デモを防ごうとして、政府は、脱下に、不法な集会を制限する、刑事訴訟法第144条を発動し、これによって、いかなる集会も禁止された。朝の9時、学生らは、 第条を無視して落下大学校内で集会を始めた大学の副総長とその他の職員らはキャンパスの周囲に武装警察を配置した。11時15分までに学生らは大学の門に集まり警察の包囲網を突破しようと試みた。警察は学生らを警告するために門に向かって催涙ガス弾を打ち込んだ。学生の一部は 脱会科大学に駆け込み、残りは警察による封鎖を無視して大学に向かって集まった。副総長は警察に発砲をやめるよう頼み、学生らにキャンパスを離れるよう命じた。しかしながら、警察は第144条に違反したとして、複数の学生を逮捕した。この逮捕に激怒した学生らは、東ベンガル立法議会の周りに集まり、議員の進路を妨害して、 議会で彼らの要求を提示するよう求めた。学生の集団が建物へなだれこもうとしたとき、警察が発砲を開始し、アブドゥス、サラム、ラフィク・ーティン・アフメド、アブル・バールカとアブドゥル・ジャバールなど数多くの学生が殺された。殺害のニュースが広がると、都市中で騒動が爆発した。商店、オフィス、公共交通が閉じられ、ゼネラルストライキが始まった。議会では、 マノランジャンダル、ボショントクマール・ダス、シャムゼディーン・アーメド、ディレンド・ラ・ナス・ダッタを含む6人の議員が、州首相、ヌルル・アミンが負傷した生徒を病院に見舞うこと、議会を追悼の印として一時休止することを要求した。この動議は、アブドゥル・ラシド・タルカバ議主、ショー・ファドン・アーメド、シャムゼディーン・アーメド・コンドーカー、モージー・ハドン、アーメドなど一部のフロントベンチャーによって支持された。 しかしながら、ヌルルアミンは要求を拒否した。騒動は集中に広がった。第144条を無視して大規模な行進が行われ、警察の行為を非難した。3万人を超える人々がダッカのカーゾンホールに集合した。継続した抗議活動の中、治安維持活動によってさらに4人が死亡した。これによって大学、銀行、ラジオ局を含む 様々な組織の職員がオフィスをボイコットして、更新に加わった。デモ参加者らは親政府系の二つの有力通信社、ジュビリープレスとモーニングニュースのオフィスを燃やした。警察は大規模な、ジャナンザが、ナワブプール通りを通過する際に発砲した。この発砲により活動家のシャフユルラフマンやオハイラ、という名の9歳の少年を含む、複数名が死亡した。 ジャナジャホの2月22日の更新、脱カイ科カ大学。2月23日の一晩中、脱カイ科カ大学の学生は、シャヒドスマライタストンブホの建造に取り組んだ。2月24日の夜明けに完成したこの記念碑には、シャヒドスマライタストンブホと書かれた手書きの紙が貼り付けられた。虐殺で殺されたソフィウルラフマンの父親により、落成式が行われたが、二月十六日に、 警察隊により取り壊されてしまった。2月25日、奈良安岸寺の工場労働者が、ゼネラルストライキを行った。抗議活動は2月29日にも行われ、参加者は警察によって、厳しく打ちのめされた。政府はニュースを検閲し、抗議活動中の正確な犠牲者の数の公表を、控えた。ほとんどの親政府系メディアは混乱と、学生騒乱を消しかけたとして、 ヒンドゥー教徒と共産主義者に責任を負わせた。アブルバルカトとラフィクーディン・アフメドの家族は警察を殺人で告訴しようとしたが、告訴は警察によって帰却された。4月8日、事件についての政府の報告書は学生への警察に発砲を正当とする何の理由も示すことができなかった。ベンガル語運動は東ベンガルと後の東パキスタンの多くの ベンガル人の民族主義の基盤を築いたとみなされているものの、東西パキスタンの権力者間の文化的敵意も高めた。パキスタン自治領の性欲では、この運動はパキスタンの国益に対する部分的な反乱とみられた。ウルドゥー語のみ、政策の拒絶は、ムスリムのペルシア・アラビア文化とパキスタンの建国イデオロギーであるに民族論の違反とみられた。 パキスタン勢力の最も権力のある政治家の一部は、ウルドゥー語インドイスラム文化の産物とみなしていたが、ベンガル語はヒンドゥー化されたベンガル文化の一部とみていた。ほとんどは、パキスタン固有のものではない単一の言語のみが、国語としての役割を果たすべきである、と信じていたため、ウルドゥー語のみ政策を支持した。この種の考え方は、複数の言語グループが存在していた。 性欲内でのかなりの反発も引き起こした。ようやく1967年に軍事独裁者、アユーブ・ハーンは、東ベンガルは今でも相当なヒンドゥーの文化と影響のもとにあると述べた。アブル・バルカトの家族によって、ダッカに建設された、ショヒド・ミナールの低組織。ショルボドリオ・ケンドリオ・ラシトロバシャ・コルミッポ・リショドは、アワミ・ムスリム連盟の支援を受けて、2月21日を、 ショウヒドディボッシュとして追悼することを決定した。抗議活動の1周年の日、東、ベンガル中の人々が犠牲者と連帯感を持って黒い、気象を身につけた。ほとんどのオフィス、銀行、教育機関はこの行事のために閉じられた。学生のグループは、法と秩序を守ることを大学及び、警察当局と合意した。1万人を超える人々が、 ダッカで開かれた公開の集会に集まり、コミュニティの指導者らが、マウラナブハシャニと、その他の政治犯の即時解放を要求した。しかしながら、ホスルーア・ラフマーンといった西パキスタンの政治からは、ベンガル語が公用語となることを望む者は誰でも、国家の敵とみなされるだろう、と宣言することで、地域間の緊張を、さらに悪化させた。 ベンガル人の学生と市民は抗議活動の記念日を祝うことの制限に従わなかった。1954年2月21日の夜にデモが突然始まり、ダッカ大学の様々なホールでは追悼の黒い旗が掲げられた。政治的緊張は1954年に行われた東ベンガルの衆議会選挙で顕在化した。与党ムスリム連盟は、 野党統一戦線連合を休断した。AK ファズルルフクトアワミ連盟によって引き入られた野党連合はより大きな州の自治権を望んでいた。複数の統一戦線の指導者と活動家が逮捕された。首相のムハンマド・アリー・ボーグラーが議長を務めたムスリム連盟議員の会合では、ベンガル語に公式の承認を与えることが決議された。この決定の受けて、 地域言語の公認を求める他の民族集団で社会的混乱の大きな波が起こった。マウルミアブドゥルハクといったウルデュ語の支持者らはベンガル語に公的地位を与えるいかなる提案をも非難した。ハクはムスリム連盟の決定に対して抗議するため10万人を超える大規模集会を率いた。その結果として履行は失敗し、 統一戦線が立法議会の議席の圧倒的多数を手にしたのに、対してムスリム連盟は歴史的に低い議席数に転落した。統一戦線内閣はベンガル語、ベンガル語文学、及びベンガル語の遺産の振興、発展、保存のためのバングラーアカデミーの設立を命令した。しかしながら、総督グラーム・ムハンマドが州政府を無効にし、 1954年5月30日に総督による統治を開始したため、統一戦線による統治は一時的なものに終わった。総督による統治体制が終わった後の1955年6月6日に、統一戦線は再び内閣を組織した。しかし、アワミ連盟はこの内閣には参加しなかった。統一戦線が権力の座に戻ったことを受けて、 1956年2月21日の記念日は初めて平和的な雰囲気の中で祝われた。州政府は新しい諸秘ドミナールを建設するための大プロジェクトを支援した。憲法制定議会のセッションは警察の発砲による学生の虐殺に哀悼のよう表するために5分間中断した。大規模集会が ベンガル人指導者らによって組織され、すべての観光庁と会社が閉ざされたままだった。1954年5月7日、憲法制定議会は、ムスリム連盟の支援を受け、ベンガル語に公的地位を与えることを決議した。1956年2月29日に、初のパキスタイ憲法が制定された時に、第214条において、ベンガル語は、ウルドゥー語と共に、 パキスタンの公用語として承認された。しかしながら、アユーブハーンによって作られた、軍事政府は、ウルドゥ語を再び単一の国語にしようとした。1959年1月6日、軍事政権は公式声明を発表し、1956年憲法の2つの国語の方針を支持する公式な姿勢を回復した。東、ベンガル街では、 インドのアッサム州でもベンガル語の平等な地位に対する運動が起こった。1961年5月19日、11人のベンガル人がアッサム州のシルチャル駅でベンガル語に対する国の承認を要求している際に警察の発砲により殺害された。その後、アッサム州のベンガル人が多数派の3つの県においてベンガル語に多言語と共同での公的地位が与えられた。 1963年に完成した二つ目の諸秘土、ミナール1956年までに公用語の問題は片付いたものの、アユーブの軍事政権は東パキスタンを犠牲にして西パキスタンの利益を促進した。国の人口の多数派を形成しているにもかかわらず、公務員や軍人での東パキスタンの国民の数は少ないままであり、国の予算や他の政府の助けは 西よりも少なかった。これは主に芽生えたばかりの国家に大犠牲治が欠如していることが原因であった。主に地域間の経済的不均衡によって地域間の分断が広がり、ベンガル民族主義政党、アワミ連盟への支持が拡大した。こういった状況から大きな州自地のための6点運動が起きた。一つの要求は東パキスタンをバングラデシュと呼ぶことであり、 これが後にバングラデシュ解放戦争につながった。脱カイ科カ大学の近くに位置するショヒドミナールは1952年2月21日の抗議運動中に命を落とした者たちを記念している。ベンガル語国語化運動はベンガル人社会に大きな文化的影響を与えた。運動はベンガル語文学及び文化の発展と称賛に刺激を与えてきた。 言語運動の日あるいは消費ド・ディボッシュとして祝われる2月21日はバングラデシュの大きな国民の祝日である。エクシェイブックフェアと呼ばれる1ヶ月にわたる催しが運動を記念して毎年開催される。バングラデシュで最高位の市民賞の一つであるエクシェイ、ペダクは運動の犠牲を追悼して毎年授与される。アブドゥルガファルチョードリーのエクシェルガーンといった曲、演劇、 芸術作品、詩などが運動時の人々の感情を奮起させる上でかなりの役割を果たした。1952年2月の出来事の後、詩、歌、小説、演劇、映画、漫画、及び絵画が様々な視点から運動を捉えるために制作された。特筆すべき芸術表現には、シャムシュルラーマンによる詩、ボーノマラ、アマール・デュークニー・ボーノマラと、 フェブラリー1969ザヒル・ライハンによる映画ジボン・テケネやムニエル・チョードリーによる舞台演劇コブはライハンによる小説イークシ・フェブラリーシャウカト・オスマンによる小説アッタ・ネドがある最初の記念碑が警察によって破壊された2年後新たなショヒドミナールが命を落とした抗議者らを追悼するために1954年に建設された 建築家ハミドゥル・ラフマンによって設計されたより大きな記念碑の制作は統一戦線内閣の支援を受けて1957年に始まり、ダッカ大学副総長マフムドフサインと美術学部長ザイヌル・アベディーンが議長を務める計画委員会によって承認された。ハミドゥル・ラフマンの模型はダッカイカ大学の寄宿寮の中庭にある大きな複合体からなる。設計は 記念碑の中央の口座に立っている母親と、殉難した息子を象徴した、半円柱が含まれる。1958年に、戒厳令が課され制作は中断したものの、記念碑は完成し、1963年2月21日に、アブルバルカトの母、ハシナベクムによって落成された。 パキスタン軍は1971年のバングラデシュ解放戦争中に記念碑を撤去したが、バングラデシュ政府が1973年に再建した。バングラデシュ発の民放地上波テレビ局エクシイ。テレビジョンは2月21日の事件にちなんで名付けられた。インドの西ベンガル州とトリプラ州も名もなき英雄たちを追悼することによって、この日を祝う。その上、 インドと海外のすべてのベンガル人が、この大一言語のためだけに犠牲になった命のために、この日を祝う。シルチャル駅には射殺された11人の学生の肖像画と記念碑がある。バングラデシュは2月21日を国際母語デート宣言するようユネスコに正式に提案を送った。この提案は1999年11月17日に、 開催されたユネスコ第30回総会で全会一致で支持された。ありがとうございます。